メリア様、ここは我らに任せ、早くノポン族の村にお戻りください。何を言うアイゼル、お前たちを残して私一人だけ逃げ帰れというのか。メリア様は我らの希望ならば、この命トスことこそが誉れ、何の恐れも後悔もありません。さあ、ならん。私とてアヤツを倒さずしてコートには戻れぬ。暑いな。なんだここ。こんなに木々が茂ってるとこ初めて見た。だよな。どこまで続いてるんだ。ここは巨神の背中あたりだ。シュルクのビジョンによれば目指すはあそこ。ここよりはるか上だな。じゃあしばらくはこのまんま行くのかよ、この蒸し暑い中を。あそこに上がるための手立てを見つけないといけないわね。それまでしばらくここにいることになるのかしら。ねえ。ここは塔の外に出たみたいね。よく来たな、モナドを継ぎし者よ。父上。弱い、弱すぎるぜ。貴様、何者だ。僕はお前たちを許さない。はあ、うん、思い知れ。これがフィオルンが、陛下が受けた痛みだ。白い顔つき、それにあの女の子は誰だろう。ビジョンはまだ見ぬ者も、出会っていない人も映すのか。それらがもたらすもの、それさえ分かればもっとうまく立ち回れるのに。ねえ見て、吊り橋。こんな場所に誰が。ノポン族だろう。俺たちのコロニーに帰化した連中も多いが、彼らの発生はここマクナ原生林だったはずだ。そいつら巨神の頭に行く方法も知ってたりしないかな。それは分からんが、何の当てもなく歩き回るのも危険だな。まずは彼らの村を探してみるか。おい君、大丈夫か。この子は、シルク、どうした。またビジョンか。いや、まだよくわからない。それよりもこの子。そうか、どこか休めそうな場所は。あの巨木の下なんかはどうだ。あそこならば入り口だけ警戒していれば済む。よし、運ぼう。傷の具合は大したことないけれど、この子かなり衰弱しているわ。原因はわかるかい。エーテル欠乏症に似ている。他の生き物ほどではないにしろ、私たちホムスも少なからずエーテルの影響を受けているのは知っているわよね。
急激に周囲のエーテル量が減少すると体調に異変が生じるの。症状が軽ければ単なる疲れで済むけれど、重ければ治す方法は、水系のエーテル結晶があれば私の使うカートリッジに装填して打ち出せるわ。ちょ、この子に向けてぶっ放すのかよ。バカ、いつものように上に向けて散布するだけよ。ああそうか。問題は水のエーテル結晶だけど、普通のじゃダメ、純度が高ければ高いほどいいわ。この辺り水が豊富みたいだから、探せばきっと見つかるはずよ。途中大爆風があったな。ただの水辺よりは高純度な結晶を見つけやすいんじゃないか。ええ、可能性は高いわね。分かった、急いで行ってくるよ。シュルク一人でか？なんなら俺も。大丈夫、ラインたちはここで番をしてて、ついでに飲み水も汲んでくるよ。水筒そろそろ空だろ。気が利くね。じゃあ頼むわ。こんにちは。え、こんにちは。珍しいね、こんなところに君みたいなホムスがいるなんて。それはこっちのセリフだって顔だね。なら自己紹介でもしようか。僕の名前はアルビース。アルビース、僕はシュルクだろ。なぜ僕の名を。モナドを振るい、コロニナインを襲撃した鬼神兵を撃退した英雄。ホムスで知らない者はいないさ。君とはどこかで。来たか。え？モナドは規定状態でも特定波長のエーテル波を発している。それに惹かれたな。ん？なんだこいつら。アルミス、君は逃げて。ここは僕が引き受ける。左からの攻撃なら右に。くそ、今度は上からか。そんなバカな。ビジョンで見たはずなのに、僕の動きが読まれている。こいつらはテレシア。テレシア。こいつらは人の思考を読む。君がいくら先を見て行動を決定しても、それを読まれてしまっては全ては無駄になる。君はなぜビジョンのことを知っているんだ。打つ手は一つ、こいつらの動きを封じ視覚手段を断つこと。ダメだアルビース、それを使っちゃ。あの文字は。すごい。
何をぼーっとしているシルク。これは君が使うべきものだ。今のモナドの光は君にもできるさ。さあ、僕にもできる。モナドの光、動きを封ずる。集中させて。分かったよ、シルク。シャドウアイ。そこだな。やれそうだ。行くよ。やすら。行け。行くよ。モナドはそこだ。行くよ。外しとか。バルビーズ。気にしないで。ありがとう、シルク。行くよ。そこだ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 。逃がさない。ライトヒール。そこだ。行くよ。はは、ドリームエッジ。心が騒いできた。行くよ。バックスラッシュ。さすがだね、シルク。行くよ。行くよ。はシャドウアイ。大丈夫、僕がそばにいる。今ならやれそうだ。やれそうだ。クロスリー。来た。そこだ、外したか。バルビーズ、気にしないで。行くよ。心が騒いできてんな。ごめん。未来を諦めるのかい。ああ、まだやれそうだ。そこだ、逃がさない。クロスリー。行くよ。元気出して。そこだ、ここだ。行くよ。行け。もう少しだよ。そこだ。ここも力が出ないよ。未来を諦めるのかい。僕は。だめ。行くよ。バックスラッシュ。クロスリー。元気出して。行くよ。さすがだね、シルク。開け、モナドよ。そこだ。来た。そこだ。行くよ。行け。行くよ。行くよ。だんだん乗ってきたよ。高揚してきたみたいだね、シルク。はっ。バックスラッシュ。そこだ。そう。ライトヒール。クロスドリームエン。心が。はっ。騒いできた。そこだ。そこだ。ドアイ。行け。そろそろとどめを刺そう、シルク。ああ、このまま押し切ろう。そこだ。みんなの力を。今ならやれそうだ。ね、できただろ。うん、ありがとう。って、そんなことよりも君もモナドを使えるだなんて驚きだよ。このテレシアは本体じゃない、いわば分身。本体はまだこのマクナ原生林のどこかにいる。傷？そうか、あいつは傷を癒しているのか。彼女から受けた傷を。彼女？モナドはこの世界を律する掟に干渉ができる神の剣だ。物質、非物質を問わずにね。アルビース、君はなぜモナドにそんなに詳しいんだ。君は一体。シェルク！シェルク！あ、
ラインだ。おい、ここだよ。シェルク、こんなところにいたのか。お前なかなか戻ってこないから心配したぜ。ごめん、テレシアっていうモンスターに襲われてさ。でもアルビースのおかげで撃退できたんだ。アルビースって誰だそれ。紹介するよ、彼がそのアルビース。あれ、おいシュルク。いや、さっきまでここにいたんだ。本当なんだ。モナドの新しい力も教えてくれて。俺が来た時からお前一人だったぜ。まさか昼寝でもしてたんじゃないだろうな。それをモンスターに襲われたとかなんとか言ってごまかそうとしているんだろう。違うよライン、信じてよ、本当にいたんだ。わかったわかった。で、そのアルなんとかってのはお前が昼寝している間にどっか行っちまったとして、肝心のエーテル結晶は。ああ、それだったらここに。オッケー、それさえあれば一安心だ。さあ戻ろうぜ。こんなとこにポツンといたら本当にモンスターに襲われちまうからな。ラインアルビース、彼は何者なんだ。ビジョンの効かない敵とはさすがマクナ原生林。いろんな生き物がいるもんだな。おまけにモナドの使い手か。ええ、そいつはぜひ会ってみたいな。お前本当に寝てたんじゃないだろうな。ライン、いやだってさ、お前やダンバン以外にモナドの使い手がいるなんて話にわかには信じられねえよ。準備ができたわ、行くわよ。下がって。ほう、こりゃすごいな。お、気がついたみたいだぜ。さすが衛星兵。君、ここはもう大丈夫、安心して。気安く触るでない。いて、おいお前。すまない、つい手が出てしまった。驚かせちゃったみたいだね。そなたらが助けてくれたのか。まあそういうことになるのかな。そうか、我が名はメリア。先の比例許してもらいたい。ホムスの男に触れられるのに慣れていないのでな。ホムスの男。おいシュルク、お前気持ち悪がられてんぜ。なんだよそれ。そなたほどではない。なところでメリア、あなたは一人なの？誰かと一緒だったとか、はぐれたとか。すまない、詮索は遠慮願おう。雪吊りの者たちに話すようなことではないのだ。こりゃまた堂々とした正論だな。でもな、望んで一人になったのでないなら無理にその状態を貫き通す必要もないんじゃないか。そなたたちこそなぜこんなところにいる。マクナ原生林までホムスが上がってくることは滅多にないはずだが。僕らはここの遥か上、巨神の頭を目指しているんだ。巨神の頭。さてどうやってあの上まで行こうかと難儀している最中さ。そうか、ならば私も礼節を持って答えよう。お、ここマクナから巨神東部のあるエルト海へ至る道は限られている。へえ、
頭がある場所はエルト海っつうのか。この先しばらくの道道を頼む。案内をしよう。本当にありがとう。僕はシュルク、よろしくメリア。シュルクか。ずいぶん堅苦しい感じの子だけど、ホムスよね。なんでこんなところに一人。さーてね、直接聞いたら、俺ああいうの苦手。まずはノポン族の村へ行く。ノポン族？僕たちもノポンの村を探していたんだ。巨神の頭に向かう手がかりがあるんじゃないかって。この地に来てから世話になっていてな。行けばエルト海へ上がる手立てがある。分かった。じゃあそのノポン族の村を目指そう。うん。彼らは巨木を住処にしている。ここから道なりに進めば着くはずだ。俺はまだ強くなる。ここが最果て村の入り口だ。へえ、あの奥にノポン族が詰まってる木があるのか。あ、鳥の人だもん。お帰りなさいなんだもん。村長と話がしたい。通してくれるか。お安い御用だもん。村長のもとに案内しよう。さ、ついてこい。所望する。オサよ、姿を見せられ。メリアだもん。鳥の人だもん。メリアが帰ってきたもん。鳥の人が帰ってきたもん。鳥の人？これはメリア様。お早いお帰りで。守備よく行きましたかも。もしやお月の方々は。巨神の血肉へと帰った。私を逃すために。いや、今はその話をしに来たわけではない。ここにいるホムス、シュルクたちの願いを聞き届けてもらえぬだろうか。そのホムホムの願いですかも。エルト海にあげてやってほしい。それは構いませんが、メリア様はどうなされるのですじゃも。私はこの地でやらねばならぬことがある。この者たちをエルト海にあげたら再び出立する。あの子、何か抱え込んでるみたいだけど。こんな場所で一人行き倒れていたんだ。何らかの事情があることに間違いはないな。放っておけないよ。追いかけよう。メリア、一緒に来てくれるんじゃないのかい。メリア、君は一人なのかい。仲間は。あれは私の手で倒さねばならぬ。
それが死んでいった者たちへの供養なのだ。傷？そうか、あいつは傷を癒しているのか。彼女から受けた傷。あ、彼女に受けた傷。まさか君が倒すべき相手ってテレシア？なぜそなたがテレシアを知っておる？さっきエーテル結晶を取りに行った時に襲われたんだ、そのテレシアってやつに。まあなんとか倒せたけどね。テレシアを倒しただと？そなた何者だ？モナド、その剣でテレシアを。彼は分身って言ってた。本体はこの原生林のどこかで傷を癒しているって。君なんだろ、テレシアに傷を負わせたのは。メリア、我が祖国から逃れ出た奴を追って私はこの地に来た。奴は野放しにできぬ。我々やこの地で暮らすノポンのためにもな。メリア、その役目僕らにも手伝わせてくれないか。同情か？違う。ならば哀れみか。そうじゃない。ただただなんだ。奥歯に物が挟まったような物言いは好きではない。君を助けたいんだ。なぜそこまでする？そなたには私を助ける理由がない。僕は見たんだ、黒い高い塔の頂きで僕は君と一緒に戦っていた。あの顔つきの鬼神兵と、そして君が巨大なテレシアと対峙している姿も見た。なるほど、そういうことか。シュルク、そなたが何を言っているのかさっぱりわからぬ。シュルクはさ、見えるんだよ、未来が。未来が見えるだと？よまいごとを申すな。信じる信じないは勝手さ。って前にも誰かにこんなこと言ったよな、俺。私よ。ああそうか。まあとにかくだ、俺たちはシュルクのビジョンの力に導かれてここまで来た。ビジョンにあんたが出てきたってんなら、あんたは俺らにとってきっと重要な存在なんだろうな。あの顔つきとの戦いの場にいたってんならなおさらだ。この話乗るぜ。俺も乗ろう。女性を一人で戦場に行かせるような野郎はクズだ。ちょっと待ってくれ。私は私の力でテレシアを撃たねばならない。女性を受けるわけにはいかぬ。メリア様、失礼ながら聞かせてもらいましたじゃも。この者たちのせっかくの申し出、良いではありませんかも。ことは我らの生活にとどまらず、このマクナ全体にも影響しますじゃも。ここは我らがノポンの勇者も共に行かせますじゃも。しかし村尾さん、お供がホムホムだけではいささか心もとないですからも。さっきから黙って聞いてればなんつう言い草だよ。ノポンの勇者には下で引き合わせますじゃも。わしは先に下に降りていますじゃも。ではごめんですじゃも。なんだよノポンの勇者って、うっさんくせえな。まあそう言わずに行ってみようよ。お待ちしておりましたじゃも。勇者、息を呼べじゃも。そら行けも勇者。
伝説の勇者生きてすじゃん。タヌキは、よう、お友達。今年の伝説の勇者に選ばれたリキだもん。よろしくも。勇者ね、いささか心もとないが、まあいいだろう。で、シュル君、そのテレシアってやつは強いのか。はい、動きが素早くて僕らの思考を読むんです。おお、思考を読むか。そいつは厄介だな。思考の方はモナドの力でなんとかなりましたけど、それでもかなり手こずりました。話を聞くに、これから俺たちが相手をするのはその親玉みたいなもんだろう。お前ら一瞬たりとも気を抜くなよ。はい、元よりそのつもりだぜ。それとメリアはエルト会への大事な道案内人だ。その案内人の身に何かありでもしたら寝覚めが悪い。目的はただ達成すればいいってもんじゃない。そこんとこも忘れるなよ。ええ、そなたたちは、さまね、私が不甲斐ないばかりに。そういうの一個なし。大恐竜テレシアについて詳しいことはリキに申し伝えてありますじゃも。では本ホモの方々、頼みましたも。お供のみんな、よく聞くも。大恐竜はすんごく強いんだも。準備しっかり、リキの装備もしっかりが大事も。君の分も装備を用意しろってこと？その通りだもん。お前賢いもん。準備できたらリキのとこに来いもん。出発はそれからじゃもん。なんかすげえずうずうしいやつだな。テレシアの情報もすんごく強いもんだけじゃねえか。なんか押し付けられた感がするのは気のせいかしら。おいおい、これで準備バッチリも。じゃあお供のみんな、出発するも。で、どこにテレシアがいるか分かってるんだろうな。もちろんも。メリアちゃん、大恐竜傷つけたって言ってたも。ああ、ほんの少しだが。傷ついた大恐竜はエーテル結晶のとこで休むらしいも。だからエーテル結晶探せばきっと大恐竜もいるはずだもん。これドンガが言ってたから間違いないもん。ちっとはマシな情報を持ってるじゃねえか。じゃあエーテル結晶を片っ端から回ろうぜ。リキ、君はなんで勇者になったの？ドンガが選んでくれたんだもん。選ばれた？生まれた時からの宿命とかじゃなくて？違うもん、ドンガの勘だもん。勘？なんで驚くも。勘が当たるから預言者だもん。なるほど、勇者だの英雄だのってのはそうやって生まれるものかもしれんな。でもこんな小さな子を勇者に選ぶだなんて。キキ、村に借りがいっぱいあるんだもん。でも大恐竜を退治すれば全部なくしてもらう約束なんだもん。だから勇者に選ばれたことは嫌じゃないんだもん。なんだもん、ここ。リキ、こんなの初めて見た。
知らないもん。ここまで変異が進んでいるとは。どういうこと？これが全てテレシアの仕業だというのか。テレシアは周囲のエーテル場を吸収し枯渇させる。そうか、エーテル場が枯渇すれば周囲の生態系は大きく崩れてしまう。シュルク、テレシアは人の心を読む。直接攻撃はまず効かぬものと思った方が良い。知ってるよ、触覚を切り飛ばせば思考は読まれないってこともね。大丈夫、このモナドさえあればきっと撃てるさ。奴はそなたが倒した分身とは違う。そうやすやすと撃てはしないかもね。けどやるしかないだろ。分身とはいえ、シュルクは一度はテレシアとまみえている。なのになぜあそこまで決然としていられる。自信、いや信頼か。そう、シュルクはあの剣の持つ力に全幅の信頼を置いている。あの剣、モナドと言ったな。そうか、お出ましだぜ。さすが大恐竜だもん、でっかいもん。テレシアか。今こそ我が任務と中心たちの仇討ち果たさせてもらう。シュルク、私が先制し動きを封じる。その隙に致命の一撃を頼む。メリア、うほ、やりやがった。やっぱり彼女、触媒もカートリッジも使わずにエーテルエネルギーをコントロールできるんだわ。そういう力を持った者がいると聞いたことはあるが、あの子がそれともな。シュルク、ライン、カルナ、メリアを援護するぞ。王座。はい。はさせて。承知。クールダウンが必要ね。みんなの力を一つ。
キリがねえって。待ち込んだエーテル弾も全く効いてないわ。クソ、なんて再生力だ。もう良いシュルク、やはりテレシアを倒すなど不可能だ。死んだ者たちのために危険を冒すなど。ダメだよメリア、君が失ったのは大切な仲間だったんだろ。その仇を討ちたいって気持ち、大切な人たちを失った悔しさ、僕たちにも分かる。こんな思いもう誰にもさせちゃいけないんだ。だからあいつは絶対に倒す。あいつの動きは僕が止める。その隙に君は最大級の一撃を食らわすんだ。シルク、行くよ。テルシアも思考を読むのか。シールドバレット、あのモナドの力で。そうあるの、そこ。いやあ、大人捕獲か。いっけー、メタルトーン。いやあ、バックスラッシュ、連携の時間は。よし、やっちゃえ。ジップリッドエッジ、相手に捕獲と大掛け、モナドよ。これがモナドの力なのか。ジップリッド、ありがとう。大人捕獲と戦うわい。やってやるぞ。始めるよ。エアスラッシュ、邪魔だ。おう、入るわ。カルナ、オッケー、ヘッドシェイカー。ラブ、私やったわ。オッケー、完璧よ。やった、ここだ。今だ、いっけー。みんなの気持ちが伝わってきたよ。そのイメージを忘れるなよ。見える、今だ。影響はっ、スリットエッジ、今だ。エアスラッシュ、捕獲は。このイメージを忘れるな。絶対忘れないわ。まずい、シュル君かわされた。はっ、変身するな。はっ、この程度の屈辱。ダンバーさん、ありがとう。ありがとう、ワンバレット。シャドウアイ、大人捕獲。サンダーバレット、いやー、見よう。王冠行け。
今だメリア撃てなるほど、考えたわね。いかに周囲のエーテルエネルギーを吸収し、その再生力としていても、それを上回るエーテルエネルギーをぶつければ消滅させられる。要するに力押しだろ、それもゴリゴリの。なんとも、らしくない戦法だな、シュルク。それを言わないでくださいよ。これしか方法が思いつかなかったんだから。いやいや、それでもすげえよ。お前どんどんそいつを使いこなしてきているな。テフラ洞窟の時と同じさ。こうしなきゃ、こうなりたいって念じると自然とモナドの力が発現するんだ。新しい力が。ってことはだぜ、いずれはあの顔つきも。うん、それを信じて今は進むしかない。ホグド、カラン、タミル、アイゼル、倒したよ。みんな見ててくれた。我がアダウチへの助成に感謝する。大義であった。ううん、大したことないさ。大恐竜、こんなことでノポンの勇者リキに勝ったと思うなも。あれ、もう終わっちゃったのかも。ああ、とっくにな。よ、役目が果たせてよかったな、勇者様。そうだもん、ラインたちもよくやってくれたもん。リキ、嬉しいもん。勇者力偉いも、勇者力強いも、勇者力すごいも。いい気なもんだ。あいつ何もしてなかったぜ。いいじゃないの、なんだか憎めない子だったし。これでお別れだと思うと寂しい気もするんじゃない。ドンガ、力大恐竜倒したも、これで借金全部なしだも。いいも。ふむ、旅立つ前の貸しはそれで良いじゃも。ただお主がおらん間、あれどもが食うも食うもでも、今度はそっちを返してもらうじゃも。ノポンの仲間たちよ、ここに新たな予言が果たされるも、大恐竜を倒した勇者リキはホムホムの従者を率いてこの村から旅立つだろうも。そして巨神界に真の平和をもたらすのじゃも。聞いてないもん。はるか昔からの予言じゃも。嘘だも、今さっき思いついたみたいだったも。そうだも。リキ、彼らと共に行くのじゃも。それが我らのノポンを守ることになるじゃも。ま、患者がも。心配するなも。その代わり、あれどもの面倒はしっかり見てやるじゃも。父ちゃん、腹くぐったも。父ちゃん、ご飯も。父ちゃん、飯も。父ちゃん？おい、リキ、これもしかして。リキの奥さんと子供たちだも。それがどうしたも。奥さん、子供？リキ、君一体いくつなの？今年で四十だもん。それがどうしたも？どうしたって。あんた、新しく借りた分はとっくにこの子たちが食べちまったもん。村長様の言う通り、しっかり働いてもらうも。頼んだも。いいぞ。というわ
よろしくもじゃねえ。これで晴れて戻られますな、メディア様。うん、世話になったな。そなたらの女性に感謝する。いいえ、おかげでマクナ一帯の安寧が保たれましたもん。お礼を申し上げるのは我々のポンですじゃもん。村長さん、メリアにやけに丁寧ね。まったく、同じホムホムでこの座は何なのかね。最後に、オサヨ、彼らをエルト会にあげてもらえないか。彼らとの約束なのだ。もちろんですじゃもん。彼らも大恐竜討伐に力を貸してくれた者たち。それにメディア様のお頼みですからも、早速上の者に伝えておきますじゃもん。片付けない。オサの許しが出た。エルト会へ行く準備ができたら声をかけてくれ。すぐに出発だ。メリア、君はこの後どうするの？そなたたちに借りを返したい。エルト会の案内をさせてくれないか。本当？助かるよ。だが、一口にエルト海といっても広い海だぞ。エルト海のどこへ行くのだ？巨神の頭の近くにそびえ立つ黒い塔。ビジョンで見た光景なんだ。僕はそこに行かなきゃならない。黒い塔。これは探すとか、そういった次元の話ではないな。メリアでも見当はつかない？逆だ。巨神の頭部、そしてその近くにそびえる黒い塔。そんなものはエルト界に二つとない。知っているのね。シルク、そなたの見たというのは監獄塔だ。監獄塔って以前ディクソンさんが言ってたやつ？うん。メリア、そこに行ったことはあるのか？行ったことはない。だが知ってはいる。監獄塔は封印の地だ。直居がなければ立ち入ることはできない。直居ね。つまりは誰かからそれを賜るってことか。エルト界にはハイエンターの治める公国があるって話を聞いたことがある。もしかするとそこの。ホムスにしては詳しいな。直居？公国？なんだそりゃ。直居とは偉い人の許可。公国ってことは治めているのは多分公使ね。つまり公使の許しが必要ってこと。公使ってのは偉いのか？俺たちホムスが今のコロニー制を取るはるか昔、王族とか皇族とかそういった連中が統治権を持った時代があった。今でいうコロニーの監督官みたいなもんさ。権限はより大きなものだろうがな。おお、なるほどな。やっぱダンバンはすげえや。物知りだわ。ちょっと、今のは普通にスクールで習うホムスの歴史よ。ま、俺真面目に聞いてなかったし。あー、早く会ってみてえな、そのハイエンターとやらに。まったく、あなたって人は。まずはコートに行かねばならぬな。そう簡単に会えるもんかね、公主さんってのは。私は案内すると約束した。約束は果たす。メリア、そっちは？エルト海への近道だ。
なんだこれ。みんな早く乗るもん。エルトカへ出発するもん。乗れって本気かよ。おい、恐れることはない。この流れに乗ればすぐにエルトカイだ。